はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、いよいよウーム戦ですね、やっていきます。今ね、ヨーチューバーレベル54まで来ました。これね、50超えるとね、なかなか上がらなくなってきます。そしてなんとかね、超妖魔聖金、もう桁がよくわかんない、4000万回達成してですね、なんとか聖金をね手に入れたい。ここまでやっていきたいと思います。今日はですね、ワンチャンあるんですよ。本日限定でバズり確率アップということで、バズるとですね 1.5 倍だからワンチャンあると。いきます。さあ、いつもね、僕はこのライブ待ちはね、この辺りのステージで追っときましたね。コラボキャラをねゲットしながらやってます。結構ねレベル上がってきました。さあ、グッチさんいいよね。 A ランク人気動画クリエイター、技レベル3まで上がりました。さあ、始まりました YouTube ライブ。さあ、タイミング的にはね、バズった時がチャンスだよね。バズり待ちです。バズった時にフルパワーを使って、この20分というね、限られた時間で4000万回いけるのか。こんなパーティーでやっていきます。妖魔ケツキヌラリヒョンゲットしました。獲得はアイポイントアップがあるんで、とりあえず置いておきましょうか。ニャンボガチャでね、まさかの無料単発神引き。そして妖魔サトチン、こちらはですね交換しました。交換というかね、まあ2800ワイポイント、これはねおすすめです。プラス100倍。そして丸を使っていきます。スキルレベルは1です。なかなかね、秘伝書がないので上げることができません。東海オンエア文系、技レベル5まで上げました。秘伝書がないよね。そして神妖魔ヒカキンです。なんとかね、技レベル7まで上げました。 G レベルは1、スキルは1と。さあ、こんなパーティーでやっていこうかなと思います。まあ、僕のベストパーティー。さあ、ちっちゃいパズルはねやりにくいので、タッチペンしかも極細タッチペンを使っています。このタッチペンはね、なかなか細かい操作ができるのでおすすめです。じゃないとこれ指無理だよね。やべえ、このでもこのお題によってはね無理です。もう一気にさ、何個以上つなげとか、この配置によってはね無理です。まあ、そこは潔くね諦めが肝心です。さあ、この細かいタッチペンでちょっとマジでいきます。今回はですね、非常に難易度が高い、4000万だからね、未知の領域ですよ。僕もですね、このガチャね、さっき引いたばっかなんで、この初チャレンジに近い。だからどれぐらいね再生回数取れるのかわかんないんだよね。なので、まあ一発でも一発勝負だよね。ドリンク的にはですね、2回チャレンジするだけのね本数は用意されていません。なのでワンチャンですね。だからワンチャン、しかも今バズりチャンスなんで、今日ワンチャン、しかも今日行くしかねえっていうね。俺一度に9個以上無理だろう。デカプニ系は結構いける。一度に何個以上っていうのがね難しいよね。ほぼほぼ運ゲーです。さあ、ミニパズル、おなんかいろいろモリモリついて結構いったんじゃないの。そして68ポイント。おっと、バズったぞ。もうこれ行くしかねえな。行きましょうか。しかもリクエストボーナスがあるところを狙っていきましょうか。さあ、10本あります。本数的にはあの感じから言って大丈夫でしょう。問題は時間だよね。さあ、このメントスコーラ行くぜ。これね、タイミングが結構難しい。どうなんだろう、 iPhone でやってる人とかとだいぶ違うのか。 Android たまにね、このロボニアの動きがさ、カクつくんだよね。
それ無理ゲーだろっていう感じ。たまに止まったりしてねまあまあそのあたりは適当なんだろうね、ミニゲームだしね。さあタイミング合わせて入れていきます。このコンボが続かないとダメなんだけど、おっとこのタイミングが焦るとダメだね。冷静にいくわ。さあこのゴールドゴルニャンはね外したくないんだけど外れちゃったよね。やべえ、バズってフルパワーの時に限ってやべえ。さあなるべく入れていきます。タイミングを合わせて。これが今回初のミニゲームなんでどうなんだろう、今後もこれあるのか。慣れちゃえば大丈夫。たまにこのゴルニャンの動きがさおかしくなるんだよ。さあ若干微妙ですけども、高さ若干微妙だぞ。落ち着いていこう。20分って焦るよね。結構ギリだよね。ちょっと今回ね秘伝書がなくてね、なかなか上げれていません。妖怪レベルもねまあまあっていう感じですよ。127ポイント、ヨーチューバーレベル上がっていく。なかなか渋いねちっちゃいパズルいきます。もちろんフルパワーできます。なかなか1回ミスると一気に再生回数下がっちゃうんで、フルコン目指していきたいね。10個消せか、これはいけるんでしょう。時間がでも短いんだよ。冷静にいくわ。5個以上つなげる。これも、もうこれ配置次第的なとこがあるよね。なるべくね長くつなげてフィーバーインした方がワンチャンあります。6個。さあパーフェクト取ると一気にね再生回数稼げるんでいけます。やべえな、今回はねこのドリンクのね入手も限られてるしね。10本です、現状10本。3個以上、これは簡単だ。さあフィーバーインしました、ワンチャンあるぜ。8コンボ、これもね先にねちょっとデカップに作っておいて一気に消した方がやりやすい。あとこのボーナス玉ねうまく使うといいでしょう。来ました、パーフェクトなんじゃないの。1800。さあこれで再生回数一気に来たぜ。もう桁が分かんないと言ってもまだ1000万いってねえのか。4000万ってもうどうなのこれ。ヨーチューバーレベルもね上げていきます。この時間がもったいない。さあそしてロングおはじきいきましょうか。さあいきます。おはじきね長くなってね難しい、正直ね。後半ちょっとしたズレがね効いてくんだよね。まっすぐ行くぜ。やべえ、焦るな。いきます、おはじき。どうなの、これあとミッションがつくかつかないかでも変わってくる。今回のイベントは なんだろうね、今までのイベントの集大成みたいな感じだよね。すべてのこのミニゲームの要素が詰まっている。おはじきといったらもうあれだけやり慣れたはず。後半ちょっとしたズレがね効いてくるからね、ミッション全然つかないね。やばいです。再生回数はでも結構上がってくぞ。お、来たぜ、東海オンエアでミッション来ました。これはね取りたい、しかしちょっと配置が難しい。これは前半はいいけど後半垂れてくるんだよな。あっとやべえ、マジか。さあダブルゼータのヒカキンミッションなしかい。冷静にいきます。ちょっと配置が難しいんじゃないの。後半ちょっとこのねズレがね効いてくる。さあこれで
お疲れ様でミス。まあでも再生回数的にはフルパワーなんで、あーでもダメだ、320万とか189ポイント、 Y ポイントはそこそこ稼げる。さあこれで半分終わって、まだ再生数がやべえ、半分いってねえ。これはちょっとペース上げましょうか、ペース上げましょうかって言っても上げようがないけどね。もう目の前にあるこのミニゲームを着々とやっていくのみ。これは難しいぞ。とにかくミスると一気に下がっちゃうんで、ノーミス目指して、おっと 0.7、 ノーミス目指していく。しかしこれ焦ると6個以上、何でもいいので6個以上。このね、盤面整えといてってやろうとしてもちょっと難しいんだよね。5個以上、あーダメだ、ミスった。5個5個、違う違う、どこだどこだ、あー危ねえ危ねえ。6個か、ちょっとこれは降ってこねえと。どこでやるどこでやる、つながんねえつながんねえ。あー行きました、7コンボ、これはいけそう。ちょっとデカプニ作っておいて消していきましょうか。行きましたね、22個、これはちょっと厳しいぞ。プチプチ行きます、22個、プニがねえプニがねえ。行きましたね、よっしゃパーフェクト、ミスれません。1800、このミニパズルがパーフェクトさえ取れれば再生回数は稼ぎやすい。きたね、680万、ワンチャンあるか。これ1回でね500万はいかないとね、4000万は厳しい。さあボーナスがついている、デカプデカプニショットいきましょうか。今日初です、プニットショットはねミスるとゼロなんで、そこが厳しいよね。あとはどのルートを取るか。おっと、これは上から落としてくるパターン、壁に当てて落としましょうか。壁に当てて転がすパターン、転がれ転がれ、たまに転がんねえ。来ました、まあどのゲームもですね、かかる時間はだいたい同じぐらい、まあミスらなければね。なのでまあどのゲームもうまくやれば同じように稼げます。おっしゃー、ミッションクリア、ミッションクリアは非常に重要。さあこれは上から転がすパターンね、たまに転がってっちゃうんで注意です、慎重にいきましょう。おっしゃ、オッケー、さあ4連ミッションの3回目、これはミスれません。ワンバウンドパターン、よしいい感じ、今回オンエア来ましたね。さあラストミッション、これは取りたいね。これでも難しいパターンだね、上から行くか下から行くか、下転がしましょうか。よし OK、 ミッションクリア、これはボーナスついて1500、そして再生回数は微妙っすね、またこれなかなか伸びません。これでもバズってるからね、バズってるんで通常の 1.5 倍出てるはず。さあまたバズりました、これバズりなかったら無理じゃねっていうか、バズってもどうなの。ロングを弾きいきます、さらにリクエストボーナス付き、もうボーナス付きまくりで、どうなんだフルパワー。さあ妖魔ケツキ、
難しいパターン取っていく。ロングを弾くも慣れてきた。確実に取っていく。さあ難しいね、反射パターンか。これ後半ズレが効いてくる。しかし取っていく。後半やばい、後半やばいな。やはりこれロングを弾き対策しないとダメだね。さあミッション来ませんね。さあ丸尾、丸尾かわいいよね。この丸尾とモフコちょっと鼻の色が違うだけっていうね。一緒にプニレレ、一緒にプニるのが難しい。そういう意味ではこのセイキンとヒカキンもね、口のあたりが違うだけなんで一緒にプニるのが難しいんだよね。さあミッション来ました、東海オンエア。これは取りたい、いい感じ、伸びる。 OK パーフェクト。おー来たね、でけえ。さあそしてヒカキンいきます。さあこれは取っていく。やっぱやり込むとね慣れてきます。よし来たぜ。これで再生回数若干微妙、ちょっとおはじき伸びないね。1200。さあレベルも上げていく。そして300万か。2800。来たよ来たよ。さあ残るはこの製金徴用魔製金エリア、ミニパズルいきます。やっぱ慣れかな、僕の場合はミニパズルもしくはプニットショットがね稼ぎやすいような気がする。このメントスコーラはねちょっとタイミングがね合わない時がある。なんだろう、アンドロイドのこの端末のせいなのか。500万超えました、きた。3300、あと700万です。焦るな、もう手が震えてくるわ。今回の製金はね欲しいんですよ。さあボーナス、リクエストボーナス来ました。しかもバズっている。いくぜ、さあバズりボーナスついて、苦手なこのメントスコーラ、なんかこう動きがカクつく時があるんだよね。突然このロボニャンがワープするみたい。やめてくれよ、もうそこも予想してやれってことか。あっとタイミングが合いません。確実に取っていくぞ。よしダブル、いい感じ、今のところいい感じです。やべえ、ちょっとここでノーミスでいかないともう無理じゃね。やべえ、ゴルニャン来いよ、ゴルニャン来てほしい。確実に入れていく。残り9秒。あーダメだ、タイミングが、焦るな。よし、また微妙っすね。さあこれでいったか、4000万いってくれ。結構飛びました。そしてウィスパー、しかし再生回数が伸びない、なんでだ。ミスが効いてきたか、まあ運もあるしね。これで3600か、届かず、届かない、マジかよ。おい189ポイント。もう一回いきましょうか、ミニパズルいきましょう。さあ頼むぜ、ちょっとマジでミスれんわ。やべえなこれ、特攻キャラいてもみたいな、特攻キャラいてバズってもかっていうね。これはちょっと激ムズだ。
0.4 以上。さあそして4個以上つなげろか。さあフィーバーイン狙っていこう。 0.9 以上。サトチンが来ました。6個以上つなげろ。これむずいやつ。6個か。ねえぞねえぞ。やべえ、ダメだ。ああマジか。20個落ち着くんだ。ワンチャンしかねえ。おしだ。10個以上つなげろ。また無理ゲーじゃね。あーダメかこれ。よしここ行こう。よしフィーバータイム入りました。ワンチャンあるぜ。さあこれで再生回数550。おっと4200いったか。いったか。もう時間ねえぞ。おーライブ終わった。ライブ終わった。4200。これはいったんじゃないの。ランキングもね上げていきますよ。いきましたね。やべえ超ギリギリじゃねえか。超ギリギリっていうかちょっと若干ならアウト気味というか、まあでもね一応クリアしたんでいいでしょう。やべえな。でもむっちゃやべえ。さあ金の再生ボタン、そして超妖魔聖金来ました。達成感あるね。やばいです。来ました。これは嬉しい。